皆さんおはようございます。バリ島5日目の朝です。今日もすこぶる元気。鳥の声で起床するなんて幸せ。私の朝食を運んでくれています。今日もテラスでいただきます。バナナクレープみたいのお願いしました。フルーツも鮮やかで美味しそう。それではいただきます。フルーツ新鮮で美味しい。バナナのクレープ包みみたいの美味しい。とっても優しい味でした。おととい騙されて買ったサラックを食べます。皮は柔らかく手で剥くことができます。見た目は全然美味しそうではないですけど、味はあっさり、そして便秘に効きます。そして騙されて買ったグアバ、思いっきり腐ってます。悔しい。さあ出かける準備をしましょう。今日も自転車をお借りするのでタイヤのチェックをしてもらいます。やっぱり前輪の空気が抜けていました。一応空気を入れてもらっています。空気を入れてもらって完璧。今から昨日出した洗濯物を取りに行きます。意外とホテルは奥まっているので、自転車があるととっても便利です。いつも渋滞になるこの大通りは朝が早いのでまたガラガラです。対向車が来ないことを祈りつつ細い道に入ります。ランドリーに到着です。サラマッパギー、ランドリーピックアップ。あ、グモリーパギーパギー。マニアミーズ not yet, wait a minute, yeah? Yeah, 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 okay? Finish? Minute, yeah? No, already iron. Okay. ただいまの時間9時半ですが、まだ出来上がってないとのことでした。今からアイロンをかけてくれるとのことです。とても丁寧にアイロンをかけてくれています。ドラえもんの T シャツもかけてくれました。最後はビニール袋に入れておしまいです。よいしょ。ランドリーの敷地内でマダムの旦那さんとお話しして出来上がるのを待っていました。とりあえず洗濯物をホテルに置きに行きます。パンツまでアイロンをかけてくれていました。改めて冒険に出発しましょう。明日バリ島を脱出するので実質ガシガシ動ける最終日になります。ホテルの前の道をモンキーフォレストの方に向かっていきます。久しぶりすぎて入る道を通り過ぎてしまいました。これからモンキーフォレスト通りと並行して走るビスマ通りに向かいます。途中でお猿さんに会いました。飲みを取ってます。ビスマ通りにやってきました。道を一本入るとこんなのどかな景色に出会います。鶏が籠の中に入っています。コマネカートビスマというホテルのプールがとっても素敵なので見に行きましょう。こちらは
緑に囲まれたホテルです。一度こちらのホテルに朝食を取りに来たことがあるのですが、本当に美味しかったです。あ、見えました。あちらが熱帯雨林の渓谷に溶け込む息を呑むようなインフィニティープールです。天国です。パトロール終了、次に向かいます。ビスマ通りでお買い物をしていたら、日本人の女の人に話しかけられました。自転車をどこでレンタルできるのかを聞かれたのですが、ホテルで借りたことを言ったら残念がってました。町のレンタル屋さんの自転車はだいたい大きいサイズで足が届かないのが多いんです。それでは探検に行こうと思います。遠い昔の記憶で進みます。猫ちゃん、こんにちは。猫ちゃんと出会いました。散歩道のつもりで来たのですが、なんだかちょっと迷ったようです。道のような道じゃないようなところを進みます。お、滑った。滑りました。苔でツルツルして滑っています。とりあえず後には引けないので進みます。あ、これだ、これだ。なんと橋を発見しました。渡る。とりあえずこれを渡らないと楽園散歩道に行けないので行きます。無事に渡れました。通りがかったお兄さんに聞いたところ、これを渡って上に上がると田んぼがあるとのことです。田んぼが見えてきました。またこの棒の橋を渡らないといけないようです。プリン一人探検隊行きます。これですか。変な藪の中に入っていきます。出ちゃった。マジ？怖い。散歩道ではなく田んぼの真ん中に出てしまいました。田んぼに出ちゃった。怒られちゃう。田んぼに落ちぬように進みます。怒られちゃう。こんなクソボーボーのところにあるの。
的の道に着きました。あ、よかった。今回の旅行で一番来たかった楽園の散歩道です。あのうっそうとした森の中から出てきました。田んぼの真ん中にアートショップなんかもあります。ギャートルズかと思いました。見渡す限り癒しです。バイクもビュンビュン通るので気をつけましょう。田んぼが鏡のようになっています。働き者のガーコを発見。アヒル農法です。田んぼの中の雑草や害虫を餌として食べて、アヒルの糞が稲の栄養になります。化学肥料などを使わずに稲が大きく育ちます。なんともアヒルが田んぼを駆け巡る姿がとっても可愛らしく癒されます。私の大好きなオーガニックレストランのサリオーガニックです。どうやらパンデミックで閉店してしまったようです。料理が美味しかったのと眺めが素晴らしいレストランだったのでとっても残念です。流れる水の音も心地いい。この奥に建設現場があり、車が通れないのでバイクで運んでいます。カフェもあります。休みたいところですが、もう少し頑張りましょう。結構遠くまで来ました。逃げられました。風が出てきました。汗だくなのでそろそろ休憩をしたいと思います。ちょうどカフェを発見しました。素晴らしい眺めのカフェです。猫ちゃんが寝ています。とっても残念ですがお店はクローズしていました。残念。今のカフェを少し進むとお店が出てきます。そこを目印にして右側の細い道に入っていきます。ここからは険しい道になるので、サンダルよりスニーカー、スカートより長ズボンをおすすめします。
そしてこの手作りみたいな急な階段を気をつけております。雨の次の日は滑るので気をつけましょう。野生味あふれる階段です。道なりというか小さい川の横を進んでいきましょう。しばらく行くと右側に橋が見えてきます。この橋が楽園散歩の折り返し地点になります。そしてまた川の横の道を右に進んでいきましょう。道はとても細いので気をつけて進みます。左側に廃墟なんかもあります。ちょっと怖いです。ちなみにこちらの右側がすごい崖なので気をつけてください。人も歩いていないので落ちたら助からないかもしれません。そして川の横を道なりに進んでいきます。自分はやっていてなんですが本当に誰もいないので女性の一人歩きは気をつけましょう。だんだん開けてきました。反対側の散歩道です。こちらも田んぼの状態は青々としていて最高です。こちらの道をルンルン歩いていましたら先ほど話しかけられた日本人の女性にまた会いました。私の通ってきた散歩道を逆から行くそうです。どうぞ気をつけて。昨日綺麗な夕日が見れたカフェです。さすがに疲れましたのでお茶のつもりでしたがランチもすることにしました。オープンエアーの素敵なレストランです。風が抜けて涼しい。アボカドスムージーにしました。なんで喉が渇いてるのにこんなねっとりしたものにしたんでしょうか。自分でもわかりません。それではいただきます。やっぱり思った通りねっとり。そして梨チャンプルをお願いしました。天ぷらみたいのに卵、天ぺのチップス、エビせん、ココナッツ&ピーナッツとサテとサラダとライス。とっても美味しそうです。それではいただきます。相変わらず梨チャンプルはビールに合うおかずばっかりでビールが飲みたくなります。アボカドジュースが美味しすぎて一気飲みしてしまったのでピンクスムージーをおかわりします。ピンクスムージーはバナナ、ドラゴンフルーツ、ココナッツのフレッシュジュースです。これはたまらなく美味しかったです。とっても素敵なお店でした。散歩道のスタート地点に置きっぱなしの自転車を取りに戻りましょう。え、男前すぎ、惚れてしまう。これまた昨日サンセットの散歩の帰りに通りましたカジェン通りです。お土産物屋さんが両側にぎっしりです。お寺みたいなところがあったので入ってみます。道がなくなりました。沐浴場のようです。きっと神聖な場所なんだと思います。そして自転車を取りに行く途中で先ほどの日本人の女性とまたばったり会いました。すごい偶然です。
ホテルに帰る途中に一軒ビスマ通りでお茶をして帰ります。ピスタチオカフェです。団体客がいて賑やかでした。田んぼの状態はハゲハゲでした。パパイヤパッションなるものをいただきました。パパイヤとパッションフルーツとココナッツのフレッシュミックスジュースです。とっても美味しかったです。ただ騒がしいのでさっさと退散するために一気飲みをします。明日チェックアウトなので急いでホテルに帰ってパッキングをしましょう。ここで奇跡が、先ほどお会いした日本人の方とまた偶然にお会いしました。ということで一緒にご飯を食べることに。ワルンビアビアに来ました。まずはシンガルチャビールで乾杯です。町は小さいといえどもさすがに4回も会うなんてすごい縁だと思いました。ちなみに K さんも一人旅で初めての海外の一人旅とのことでした。ハノイ経由で来たとのことでなかなかの強者だと思いました。アヤムサンバルマタとサユールラップとコロッケを頼みました。あともう一品はガドガドです。ガドガドは温野菜に甘辛いピーナッツソースをつけて食べるインドネシア料理です。ビールに合うおつまみと胃腸に優しい温野菜、とっても美味しかったです。私基本人見知りなんですけど、 K さんとは初めて会った気がしないくらい話が弾み、とっても楽しい時間でした。デザートにこの緑色のクレポンを食べて、 K さんはビール、私はフルーツジュースを飲んで、2人で合計2000円ぐらいでした。激安です。とっても楽しい出会いでした。バリ島5日目はおしまいです。